うんち。全力で頑張ろうと思います。あ、OK です。行きましょう。よっしゃ、行くぞー！じゃあ、おっしゃ、見つけるぞ。絶対に俺が勝つ。いや、私が勝つね。いや、まあ、言いたいことはわかるよ、みんなの。なんやねんって感じよね。俺も思う、そう。ただ、まあ、みんなが思うなんやねんの正体はわからんけど、まあ、わしらの中のザ・ファースト竹はこれやから。うん、ごめんやで、みんな。みんなの中のザ・ファースト竹はどれかは知らんけど、俺らファースト竹って書いてる文章を見たら、あーやっぱ竹取りに行かなあかんなってなるから、それでね、ちょっと今日はまあね、作戦とかはないよね。あいつらなんかいろいろなんかマイクラの知識をね、アダコーダ使ってなんかあのヘニョヘニョしてくると思うけど、そんなんない。俺はマイクラの知識は特にないので、真っ向勝負。とりあえず竹を見つける以上。あそこに村あるじゃん。いや村絶対大事すぎる。最初とりあえず装備整えないといけないから。いや、同じこと考えてるやつがいるぞ。ずるいやつが。小賢しいな、あいつ。先に全部取んなきゃ。私の作戦としては、沈没船を探して、沈没船のチェストから竹を手に入れた方が早いと思うんだよね。だから私はジャングル探すよりも、海をひたすら渡って沈没船探す大作戦で行こうかと思います。よし、村を全部もらう。よし、あ、いた。最初はね、山口さんたちが喋ってるで、僕はもう黙々と準備をしよう。なんか一人だと寂しいな。ちょっと食べ物めっちゃ大事だと思うんだよな。ああ、悪いやつ来た。そしたらちょっと待って、あれ取られる取られる。ちょっとマイクラ固まった。よっしゃーやったあれやつ来た。やばい、危ねえ、悪すぎ、お、やばすぎる。もう嫌い嫌い、最低最低野郎が。最低だもん。知らねえ。もう行かねえ。もうひたすら走って竹を見つける。でもこれ確か、多分なんだけど、沈没船からもさ竹出た気がするから、ワンチャンジャングルなさそうだったら海行くのはあり。でなんかその得た情報で言うと、なんかハードモードらしくて、あの普通に死ぬらしいから、ちょっとなんか作っていきます。ちょっとだけこういろんな戦士、いろんな3人でのバトルもので、死ぬのはもう論外みたいな企画で、俺最終的に死んで全て失うこと結構多々あるので、それだけは今回ねやめにしたいなと思います。はい、竹を見つけるにはまず竹なんかジャンゴをやるらしいな。その情報だけ得たんで、とりあえずジャンゴを目指して。どうしよう、本当はもうあの鉄でさ火打ち石作って、もう食べ物いっぱい手に入れて、でもう勝ちだったんだけど、いいぞ、一生引きずるぞ。いや海全然なさそうだぞこっち。ジャングル見つかる可能性あるからね。海探しつつジャングルも探しつつって感じで、もう2頭追っていこう。2頭追うものは1頭も得ずなんていうことわざがあるけど、あんなんね嘘だから。2頭得た方がいいんだよ。2頭追って2頭得るのが一番賢いからね。私は2頭を得ながら進んでいこう。
ジャングルって探してるときマジで見つかんないからね。あ、海来た、海。よし、海があったから今度はあそこにボートを作って乗ってスタートする。これ早く終わっちゃうんじゃない？意外と動画時間大丈夫かな。沈没船全然いっぱいありそうだけどな。金属を手に入れる。結構みんなツール先に用意してる感じか。私はもうツールはこの木の斧だけで武器もできるし何でもできるから、本当にいきなり沈没船探す作戦でいくよ。あれ、沈没船じゃない？これで早速勝負が決まってしまうのか。イルカちゃんもね、応援してくれてるっていうことで、イルカのチアリーダーたち、私に力を分けてくれ。沈没船、ファースト沈没船、どうなるどうなる。まあ、イルカのおかげでめっちゃ泳ぐの早い。さてさてさて、竹はない。一応なんかいらんもんも持っとこうか。あとはもう一つぐらいないかな、チェスト。待って、さすがにちょっとダメージ受け始めるよね。そうだよねそうだよねそうだよね。もう一つぐらいあってもいいと思うんだけどな。行きましょう。はい、イルカちゃん、君たちのおかげで安心して海を渡れるよ。いや、なさそうだな。これはこのタイプの沈没船はちっちゃいから1個しかないか。1つ目の沈没船は外れ。あ、洞窟だ。鉄、鉄が欲しいんだよ。あ、鉄あった。わあ、壊れた。わ、来た。でも沈没船作戦で行こうかな。うん、ベタベタベタ。え、いや、ラグいいね。これみんなめっちゃ大移動してる多分。よし、行くか。ちょっと夜はとどまりたくない。もう米粒が鉄手に入れてる。米粒を鉄手に入れられるんだ。うわ、ルザビが装備作ってるって今天狗さんが言ってた。よし、行こう。ねえ、海がいいな。海行きて。米粒が装備作ってる、すごい。待って、いや全然ジャングルではないか。馬とか乗りてえなー。あそこに洞窟があるんで、あ、ここにもあったわ洞窟。ちょっと危険ではあるが、ここの洞窟探索をしつつ焼いていこう。炭治郎作る。で、この炭治郎を置いて、石炭拾ってきたから鉄を焼いておく。はいはいはい。そしてその間どうしよう、ホジホジするか。サンチョーン、うちにはラッキーボーイのルザピがいるから、もう見つけててもおかしくないんじゃないかなぐらいの気持ちでいかんと。常に常にもう見つけてるかもしれないぐらいの気持ちでいかんとちょっとまずいと思うんだよねマジで。で、米匠は多分ビビリだから装備集めてると思うんだよ今頃。まだジャングル見つけてるはずがない。沈没船どこ。沈没船ってなんかどこにでもあるイメージだったけど、探すとなると少ないね結構。あ、あれ沈没船じゃない？よしよしよし、ね、中途半端に沈没してるぞ。
沈没しきってないってことは最近沈没したばかりの船かもしれないってことは何かいいものが眠ってるかもしれない。行こう。はい。おお、めっちゃいいもん眠ってんじゃん。え、シンプルにめっちゃいい。竹はなかったけど、これも一つしかチェストないパターンかな。ちょっと一旦上に上がって息を回復してからもう一回一応こもってみよう。はい。この下に何かがあるかもしれない。あ、あるある。うわー、竹はないか。沈没船から出る確率って結構低いのかな。なんか探してない時はいっぱい出てきてたイメージがあるんだけど、なんだ竹かよって思ってたイメージあるんだけど、意外と探すとなると出てこないのかもね。やばい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 、待って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 、あっぶんな。マジか、死ぬか思った。あっぶんな、やばすぎて声も出んかった。よかった、チェスト来といてここで。あっぶんな、どうしよう、出れないんだが。かまどちょっとここで石掘って。あぶな、えぐっ、やばい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 。ちち、邪魔だ邪魔だ。うん。あ、海だ。だ、負けさ、わかんないんだけどさ、砂漠の横にめっちゃジャングルある気がする。気のせいかな。だ、そういうイメージあるからワンチャン砂漠見つけたら。砂漠の周り行くのもありかもしれない。あ、沈没船、第三沈没船、沈没丸があったぞ。そろそろ決めたい、3つ目の沈没船。そろそろ決めたいところだけど、どうだろう。ハマグリ行きます。はい、素潜り。あそこにチェストがある。間に合うか、届くか。うわー、なんもない、なんもないチェストか。そう、やばい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 。ふう、もう一回行こう、もう一回。見つかってくれ。うわ、なんかようわからん装備いっぱい手に入った。だけど竹はないね。竹はない。あ、沈没船か、あれ。沈没船だ。よし、ファーストチャレンジ。星が怖い動きして。よし、沈没船。あ、これ降りれない。いえ、お尻貫通してるで。ラグいけど再開。あ、え、あ、あれあれあれ、ちょっと待って待って、おいおいおい、ちょっと待って、どうするべきだ。あ、初日の出だ。いえ、見つけちゃった。つまくむよ、宝ランチじゃ。やったー、やあれ見つけちゃった。サンチャンク、鉄斧の作って、基本飯が大事だから、これ焼いたら行くか。
とは何もいらんよな多分。オッケー、よし行きます。お願いします。はい、あの、見つかった。え、うそやん。あ、見つかっちゃった。え、え、嘘でしょ。めっちゃさ、うん、え、めっちゃ今準備し整って走り出してんだ。え、嘘と言って、あ、ない方がいいかんかい。いやいや、言ってもいいと思うけど、まあ第2位を決めるってところでもあるからな。うん、まあ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 、ちょっと報告言ってくれんじゃん。オッケー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 。あ、もしもし、もしもし、あ、見つかりました。嘘だ。見つかった。え、それなかったことにできない、それ捨てれない、それ。え、これ捨ててもいいか。え、どこで見つかった。え、あのね、うん、ちょっと海当たろうと思って、海当たってたら沈没船あって、うん、まあ、ないだろうと思って覗いたらね、2個入ってた。何個目の沈没船。え、もう1個目。おかしいって、ルーザピー、おかしい。さすがにあいつチーターだよな。だって、うん、だって私沈没船4つ開けたよ、1つも出てこなかったよ。一発目だよ。いや、それはおかしいよ。え、待って、2人とも何、沈没船って。ん、沈没船からも、あの、チェストから竹が出てくることがあるから、私は沈没船に絞って沈没船をひたすら探してたんだよ。何それ、戦えよちゃんと。戦ってんだろ。お前、バカみてえじゃねえか俺が。いや、別にそれは、うん、結局運だから。ジャングルがすんなり見つかったらジャングルの方が確実だし、沈没船だって私4つの沈没船開けて1つも竹出てきてないから。うん、で、ルザピが運良すぎただけだよこれは。やった。すぐそういう、待って、でもさ、アマグリ、うん、考えろよ、俺たち3人グループだぜ。うん、3チャンクだぜ。うん、1位、2位、3位も決めないといけないんじゃないのか。ファーストテイクだぜ。間違えた、ファーストだけだぜ。セカンドだけ決めちゃう。セカンドだけ決めよう。よし、じゃあセカンドだけしよう。セカンドだけ、うん、セカンドだけいくぞ。私は5つ目の、5つ目の沈没船を開ける。おー、なんか俺ずっとさ一人の視点でさ、うん、うん、やっぱりこれは、まあ、どれだけ走り回るかが大事だから、肉とかちゃんと焼いとかないとなとか言ってめっちゃ焼いてたんだけど肉とか。それ私予言してるよ。うちにはラッキーボーイのルザピがいるから、で、コメショーは多分ビビリだから装備集めてると思うんだよ今頃。まだジャングル見つけてるはずがない。だからそのまんまになってるわ今んとこ。読み通り。海を見つけたい、とにかく。お、お、あったあったあった、よしよしよし。ボツボツ船転覆してんね。竹出てこい。出てこないんだよな、6個も開けてて。いや、ルザピ相当運いいな、マジで。知ってたけど、どんぐらいなんだろうな。え、だってかなり沈没船開けてるよ私。クソ、ガクガクだぜ。あ、竹あった、普通に生えてた。嘘だろ。甘い、甘い竹じゃない？甘い竹あった。甘い竹か。もうやめ、米将軍の真似やめろよ。甘将あった、甘将、甘将あった。甘将マジでなんもない。ほんとね、いや、ジャングルそんな見つからんよ普通。うおぉ、そう、嘘、嘘。ちょっと待って、嘘をつくな。いや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 、いや、スケルトンが井戸端会議開いてた。ファミリー物件に突撃してしまったわ。なんだよ、え、ルザック見た今。しょうもないな。とんでもない量のスケルトンがいて、一瞬こっち向いてきたわ、びっくりした。危ない危ない危ない。竹見つけろ竹を。サンチャンク
海に出たらでもこっちのもんよ。あとはひたすら沈没船ガチャをやっていくだけだから。全然海ない、ずるいよルザピは本当にずるい。なんで1個目で出るんだよ。なんで出たんだよ。おかしいだろう。焦ったけどね、1個目だったから。あー、あったあった、よしよしよし、いけるいけるいける。これ多分7個目ぐらいかな。あー、さすがに出る。フラグ立てんのやめてもらっていいですか。絶対出る。出ないわけがない。どこだチェスト。はい。ジャンガ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 。アンガールズはびっくりだな。ねえよマジで。てかルザピが運良すぎんのか、私が運悪すぎんのか、どっち？どうなんだろう。どっちも？どっちもかも。結構たけて出るイメージあるけどね。7個開けて出ないとは。しかも7個って言ってもさ、1つの沈没船に2個チェストあったりするから、実際にはもう十何個も開けてるんよチェスト。出ないんよ。これで終わりにしたい。8個目の沈没船チェストの数でいったらもう15個ぐらいいってんじゃないかな。大体7個目がないやつって8個目ないんだよ。いでよ。はい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 。まあ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 、言いたいことはわかるよ。こっちで出すんでしょ。はい。まあ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 、前菜は美味しかったかな。なるほどなるほど。次はメインディッシュだ。10個以内には出したいな。N 回目やな。10個。あ、こうそう。ずるくない？うん。え？なんだ、ずるくない？沈没してないこともあるんだよ。で、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 1個目の沈没船。はい。何これ、初めて見た。オープン。コケーよかった。これでコメションも一発目で出してたらマジでもう怒って大番してたよ今。2個ないかな。ないない、私が10個開けても出ないんだから1個目で出るわけないっしょ。これ以上ないか。砂にも出てる可能性もあるし、ない可能性もある。どうだ。オッケーオッケー。10個目の沈没船、これでおそらく勝負が決まるでしょう。ああ長かった。ザ・セカンド竹にもようやく終止符を打てる。そんなまぐりの冒険は今日から始まる。いでよタケ。そう言いながらあまぐりはボートに乗った。まあ言うてな、言うて20個以内には絶対見つかるっしょ。20個以内には絶対見つかるっしょ。めちゃくちゃ増えとんな。いや、いける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 。悪いな、コメショ。ん？この沈没船、一人乗りなんだ。待って、これアマグリ？ん？え？そんな近くにいるはずなくない？え、ボートが置いてあるんだけど。あれだ、多分。え、嘘？僕のやつだ。え？あ、ウルザックのやつよ、これ。僕が乗りしてたボートを見つけた。もうなんでやねん。だだっ広い海の中で。すげえ。待って、ここ、じゃあもう一個ある？もう、え？もう一個ある説ない？これワンちゃん？ルザピの取りこぼし？
あれ？おわ。あ、で、あれだもん。ちょっと待って。これなんとかじゃないよ、多分。あれ？ここ？ちなみに私は11個目の沈没船、3つチェストあって全部スカだったよ。こんなに出たの？あー、竹！嘘、そこには入ってた？竹ありました。おかしいってマジで。僕多分ね、こっちのチェスト開けたんだよ最初に。で、え、でも、え、2個全部あれだよ。あ、本とか入ってた？竹、自分で回収した。え？え、奇跡起きたんだけど。おかしい、おかしい、なんで？いや、で、これ、私がおかしいのか、これは。イエーイ、おかしいって。好きでよかった。このままずっとずっと死ぬまでハッピー万歳。よかった、会えてよかった。めっちゃ楽しそうにボート乗ってる。イエーイ、ファーストテイクするなって。本家ファーストテイクするな。竹に会えてよかった。このままずっとずっと竹ちゃんハッピー。なんなんマジで。まあ、最後で引くのがリーダーってもんだろ。ヒーローってのはね、遅れて登場するんだよ。ラストだけポン。もう一個あるから大丈夫。しまらんのー。ポン。アデュー。アデューかい。お疲れちゃん。ちゃん。終わってんな。うん、まあそういう日もあるよ。そういう日しかねえんだよ俺は。いつも運だけはめちゃめちゃ悪いんだよ。